皆さんこんにちは、ケンです。今日はファナレーサーとブキットのコラボ商品をご紹介したいと思います。サドルバッグとハンドルバーバッグになります。こちらはですね、グラベルキング SK で作っているバッグになります。ファナレーサーは日本の会社でして、タイヤも日本で製造しております。で、その製造している過程の最終品質チェックの段階で、どうしても規格外品っていうのはやはり出てしまうということで、それをどうにかできないかということで、スペインのメーカーブキットにこれでバッグを作れないかっていうふうに依頼したわけですね。そういった背景もありまして、今回のコラボバッグができたわけです。これはですね、ハンドメイドなので多少の個体差はあるとは思うんですけども、皆さんがもし手に入れた場合ですね、それは世界に一つだけのものと思っていただければ結構です。まずハンドルバーバッグから特徴を見ていきましょうか。グラベルキング SK を使っておりまして、これはブラウンサイドのモデルになっております。黒のモデルもありますので、よかったらチェックしてみてください。で、700×38C を使っております。細かいところにいろいろ工夫がされておりまして、このジッパーの部分にですね、しっかりとタイヤの規格のサイズ 700×38C ってここに書いてあるんですよ。横もタイヤの生地でできていて、右側ですね、右側にはこういう風にポケットが入ってます。私はですね、日頃こういう風に小さな鍵をここに忍ばせたりとか、あとはカメラの蓋とかだとすっぽり入ってちょうどいいサイズですね。止水ファスナーが使われていまして、2箇所ブキットのベルトがついてまして、これをドロップハンドルなりフラットバーハンドルにつけるわけですね。じゃあ中身を見てみましょうか。私の私物も入ってるんですけども、よかったら参考にしてください。こちらのバッグには私は、パンク修理グッズなどを入れてます。まずチューブ2本で、ウェットティッシュで、ジップロックですね、作業手袋だったりとか、パナレーサーのエアチェッカーですね。中はですね、パナレーサーのブランドカラー紫が採用されております。で、さらにメッシュでできた小分けのところがありまして、ここもジッパーがあって、開けるといろんなものが仕分けできます。私はここにパナレーサーのタイヤレバーを入れております。で、ここもジッパーで閉まると。今こんだけ入れましたが、まだ余裕がありますので、お財布やスマホなども入ったりします。タイヤでできているので、地面に置いても全然気にならないですね、正直。すごくグラベルキング SK はすごく食いつきがいいです。タイヤでできてますし、止水ファスナーも使われているので防水性は高いと思います。ハンドルバーバッグの紹介でした。続きまして、サドルバッグのご紹介をいたします。で、まず私が持っているサドルバッグは、これもグラベルキング SK が使われていて、サイドがブラウンになっております。で、こちらはですね、今のところ全てがブラック色のものしか販売しておりませんので、ご注意ください。私が持っているのは非売品になるんですけども、いずれ販売になるかどうか聞いておきますね。サドルバッグはですね、見てください、ジッパーの部分が止水ファスナーではありません。で、こちらの、ジッパーのこう開ける部分のここですね、ここはチェーンのプレートが使われてます。どこのメーカーのプレートなんでしょうね。 X10 って書いてあるんで、もしかしたら KMC かもしれないですね。ここも例えば自分の仕様でオイルスリックのカラーだったりとか、ゴールドの、チェーンプレートとかに交換してもオリジナル感が出て面白いかもしれないですね。ハンドメイド作品をさらに自分でハンドメイドしてはいかがでしょうか。じゃあここ開けていきます。開けるとこういう風に広がります。で、見てください、こちらにはですね、私は、工具類を入れております。まずここはですね、ウエスと、ジップロックですね。チューブレスレディのタイヤを履いているのでシーラントが入ってるんですけど、万が一パンクした際ね、シーラントが飛び出ちゃうので、それを拭く用と、そのゴミを捨てる用にこういうのを入れております。で、仕分けが結構細かくて、パンク修理とかする際のパッドの間に挟むものだったりとか、あとバルブコアですね、あとチェーンのプレート、
ミッシンクリンクですねっていうのも私は常に持ち歩いてます。ここは第1段階の仕分けのところに入れてます。第2の仕分けのとこには、マルチツールですね、マルチツールを入れてます。で一番最後にもこのパナレーサーさんのブランドカラーの紫の字がありまして、その奥にはパークツールのタイヤブートですね。で今全部出したんですけど、こういった感じでこれが上の段、これが下の段ですね。結構細かくて小分けができます。で裏の生地はまあタイヤの裏側ですね。こういう感じになっております。では戻していきましょう。このベルト何気に便利ですね。本来はここにチューブなどを入れてもいいかもしれませんね。でこのように挟み込んでジッパーで締めてあげると、こういう感じですね。はい、つけるときは非常に簡単です。もうベルト2箇所を先ほど言ったようにハンドルにつけるだけで終わりです。私は今グラベルキングプラスの 32C のチューブレスのモデルを履いています。こちらのブラウンサイドと当然ながら色は合いますので、タイヤと一緒に合わせるとよりおしゃれ度が増します。では次サドルバッグを取り付けます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。興味がある方はパナレーサーのオンラインショップをぜひ覗いてみてください。でこちらの商品はハンドメイドになりますので、納期がおそらくかかりますし、売れてしまうと、一時的に入荷がいつぐらいになるかちょっと未定になるかもしれません。欲しい方はもう早めにゲットしてください。今後もですね、パナレーサーの PR パートナーとしてこういった新商品の紹介だったりとか製品レビュー、そしてイベントへの参加をしていきたいと思います。良ければインスタグラムでも活発に活動しているのでフォローよろしくお願いします。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。